九条京都の会と安倍九条会見の全国市民アクション京都の共同開催、憲法九条を守れ、戦争への道、敵基地攻撃論を許すな、国の責任でコロナ対策を、安倍政治の継承を許さず、嘘のないまともな政治を、憲法を生かし、命と暮らしを本気で守る政治を、をスローガンに掲げます、生かそう憲法、守ろう九条、11.3 憲法集会 in 京都を開催いたします。本日司会を担当しますのは、左京市民アクションの島津留美と、憲法九条京都の会の増野徹です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。これからはマスクをつけてアナウンスをさせていただきたいと思います。ご了承いただきたいと思います。 11.3 憲法 in 京都にご参加いただきましてありがとうございます。また IWJ にて日本中海外からご覧いただいております皆様、ありがとうございます。昨日とは打って変わった快晴となりました。綺麗な青空ですね。今日は憲法公布記念日、文化の日です。自由と平和を愛し文化を進める祝日とされていますが、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の日本国憲法が今や壊されそうになっています。各国から世界遺産にしたいと言われているほど理想的な憲法を未来につなげるため、この集いで皆さんとさらに気持ちを共有し、この憲法集会を成功させたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。繰り返しの恐縮ですが、座席の方、白いシールを貼っているところにご着席ください。それとプログラムの方に緑 の小さな用紙が入っております。これも、会場とのお約束で、何かあった時の連絡用ということで、お名前と連絡先、お電話番号を記入していただくようになっております。会場際に受付の方で回収したいと思います。名簿は実行委員会ので確保し保存しますので、よろしくお願いいたします。それではですね、主催者を代表しまして憲法九条京都の会の代表選に木戸英一さんより、開会のご挨拶をお願いいたします。ようこそお越しくださいました。実は私はですね、去年ドイツの大学で教えておりまして、憲法集会が失礼してしまったんですけれども、去年は会場の関係で、それから今年はコロナの関係で、随分例年とは様変わりにしてしまいました。ドイツで暮らしていてですね、一番大きな社会的な出来事というのは、本当に小学生から大学、高校大学生に至るまでですね、毎週金曜日午前中に学校を休んで、デモをする、地球環境はもう危機だと言って、デモを、キックオフトと言っていますけれども、フライデーズフューチャーというものなんですね。でこのフライデーズフューチャーと、それから今私たちが渦中にあるコロナ危機ですけれども、私の考えでは一つの線でつながっているというふうに思います。それは利益優先、効率第一、もうこういう生き方では人間も自然もボロボロにしてしまう、もうこれはいけない、こういうことだと思うんですね。そこで多くの人たちが、例えばその利他主義とかですね、連帯とか支え合いとか、
そういう価値に改めてこう目を向ける、それからエッセンシャルワーク、福祉、あるいは物流、公共交通機関、農業、そういうその生活の維持のために必要な、そういう仕事こそ大事じゃないか、そしてそれ相応の報酬もちゃんと与えるべきではないか、そういう考えも根付きつつあるんではないかというふうに思います。そうやって世界の多くの人たちが今までの生き方をちょっと考え直そうという時にですね、この国の政府がやっているのは真逆だというふうに思います。例えばコロナでもう大変な状況である医療現場に人的なあるいは財政的な支援何もやらない、 PCR 検査の拡充というのもまるでやらないというもう本当に菅内閣と言いますけど、スカ内閣、スカスカ内閣と言ってやりたいくらいです。でこのスカ内閣ですね、安倍亡き安倍政治ということでもうさまざまな腐敗を隠蔽しようとしています。そして皆さんご承知のように日本学術会議の会員任命拒否ということで学問の自由、良心の自由、こういったものを踏みにじろうとしているわけですね。そしてまた敵基地攻撃能力という、これはもう体のいい先制攻撃ですよね。これを画策してもう本当に国民生活は危機に瀕しているのに6年連続で過去最大の軍事費を伸ばそうというふうにやっているわけです。こうなると私たちはですね、ファシズム、戦争へのもう本当に暗黒の道を歩まなければいけないというふうになってしまいますけれども、こんなですね、モラルも将来へのビジョンもない政治というのはもう本当にやめさせなければいけないというふうに思います。安倍内閣が改憲を成し遂げられなかったのは本当に草の根の市民の力、そして立憲野党の共闘の成果だというふうに思うんですね。でこの成果に自信を持って、当面はその敵基地攻撃能力というようなですね、形での屈球場の破壊を許さないという声を全国津々浦々に響かせていきたいというふうに思います。今日は最後までどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。すいません、司会の方の不手際でございました。今日は、代表世話人の お一人である上田克美先生もお越しいただいております。どうもありがとうございます。では早速ですけれども、先ほど以来主催者挨拶もありました、安倍政権から菅政権に変わった、その中で強権政治は一層進められようとしております。それに対して私たち自身の憲法を生かす政治を実現するためにということで、やはり政治の力は欠かせません。今日は政党の皆さんからもご挨拶をいただくようになっております。誠に申し訳ありませんが3分というとても短い時間ではありますが、ご挨拶いただきたいと思います。最初に社会民主党京都府連合会幹事長の野崎康人さん、お願いいたします。皆さんこんにちは、社民党幹事長の野崎でございます。今日ここに来る途中、南座の前を通りましたら鬼滅の刃、今流行っているアニメですね、とのコラボが行われるということで、今、小さいお子さんから大人に至るまで鬼滅の刃というアニメが流行っているらしいんですけども、私はそういうのに疎いものですから、今の流行り廃りにはなかなか対応できないというのが社民党の特徴なのかもしれませんけれども、愚直にですね、憲法を守るという姿勢は流行り廃りに関係なく貫いてまいりますので、よろしくお願いいたします。先日いわゆる都構想大阪市廃止の住民投票が行われ、無事反対多数となりました。そして今日もうアメリカの大統領選が投票が始まっていると思うんですけども、どうなるかは分かりません。しかし私たちの一票で政治を変えることができる、悪い政治を止めることができる、これが民主主義の素晴らしいところではないでしょうか。私の尊敬するロシアの革命家トロツキという人が、別個に進み共に打て、いかに打ち
誰を打ち、いつ打つかだけについて協定せよ。いろいろ考え方の違いはありますけども、憲法を守る、菅政権を倒す、この一点で共闘して戦いを進めれば必ず勝てる、私はそう確信をしております。まあ、先日スペイン人民先生の本を読んでますと、人民先生のスローガン、ネッパサラン、やつらを通すな、拳を掲げるポスターが印象的でした。それに対してファシストはこの手を挙げるやつですね、やつらを通すな、ファシスト、グーパン。じゃんけんならパーが勝つんですけども、私たちの戦いはじゃんけんではありません。しっかりと立憲野党と市民の共闘を進め、やつらを通すな、憲法を守れ、この一点で団結して戦うことができれば必ず勝てる、この信念を皆様と共にしたいと思います。以上、挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。続きまして、新社会党京都府本部書記長の小西誠也さん、よろしくお願いいたします。皆さんご苦労様です。新社会党京都府本部を代表させていただきまして、現在のご挨拶をさせていただきます。もう7年8ヶ月続いた安倍長期政権は終わりましたけれども、新たに首相に就任した菅義偉首相は安倍政権の継承と前進を掲げました。経済料金の値下げとか不妊治療の保険適用などの人気取り政策を打ち出してますけれども、目指すは自己努力、自己責任社会です。これは国民の生きる権利を自己努力、自己責任を押し付けて、国の役割は税の徴収、外交と安全保障、治安と大規模災害などに限って、社会保障など日々の暮らしは個人の努力任せ、最低限のサービスを国や自治体がする社会のことです。現在臨時国会が開かれてますけれども、菅首相が所信表明挨拶で国民のために働く内閣を掲げましたが、その内容は抽象的で、そのため規制改革に全力とするけれども、規制改革こそ今の脆弱な社会を招いた反省は見られません。私たちが聞きたいのは、不安を生まない社会、保障の充実であって、8時間働ければ人間らしく暮らせる雇用の再構築です。また核兵器禁止条約の発効拡大にもかかわらず、核抑止力を含めて日米同盟の抑止力を維持すると表明し、沖縄の辺野古への新基地移転を着実に進めていますけれども、沖縄の心に寄り添うと言い放つ厚顔無恥ぶりです。韓国に対しても全輪外交とは無縁で、韓国に関係改善を迫るばかりです。アベノミクスを継承して規制改革を進める菅政権は、マイナンバーカードと一体化した保険証や運転免許証のデジタル化、それから押印の廃止は、その利便性の裏で個人データの国民管理を徹底し、日本学術会議の委員任命拒否に見られるように強権政治を推進するのは間違いありません。これらは前政権の官房長官として自ら率先してやってきた傲慢のやり方をさらに拡大したものです。さらに戦争する国づくりのための憲法9条改憲を推進し、自民党は年内に4項目間の修正原案を求める空気を強めて、一方で国民民主党も年内に独自の改憲を求めるという動きがあります。またアベノミクスの継承拡大を推し進め、デジタル庁を新設し、前日のような方法で国民の管理を強化しようとしています。私たちはこのような民主主義に背を向ける菅政権の反動攻勢にしっかり対峙し、平和と民主主義を守るため一層の戦いが求められています。そのために国内外の立憲、野党と市民の幅広い共闘を強化して、憲法を守り生かす全ての勢力が大同団結し、9条改憲を阻止しましょう。このような政治を主導する菅政権は即退場させましょう。もうこれ以上自公領土、また維新のような改憲政党に議席を与えてはなりません。新社会党はそのために一層奮闘する決意です。皆さん共に頑張りましょう。本当に短い間で時間が申し訳ありません。小西さん、どうもありがとうございました。
続きまして日本共産党国会対策委員長で衆議院議員の国田圭司さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日は本当にようこそおいでいただきました。集会を企画された皆さんと参加者の皆さんに改めて敬意を表したいと思います。日本共産党からは竹山彩子女性部長並びに副会議員団司会議員団揃って参加しております。私が代表して一言ご挨拶いたします。先ほどもありましたが、大阪の住民投票の結果は久方ぶりに嬉しかったものでございます。憲法を改悪する先兵の維新の会が計画したこのやり方に対して、まさに大阪市民が大阪市のこそ歴史的な勝利だと思っています。私たちは同時に賛成した方も含めてみんなと一緒に自治を守り、より良い大阪を作るためにこれからも力を合わせる、このことを表明したいと思います。さて、木戸先生からお話しあった学術会議の人事介入任命拒否問題です。これは学問の自由、思想信条の自由を脅かす違憲違法の発祥的暴挙に他なりませんし、全国民に関わる民主主義の問題ではないでしょうか。野党の国会対策委員長会談では、この問題の本質は1933年の京大滝川事件、並びに35年の天皇機関説の弾圧に匹敵するとの認識で一致したところであります。歴史を振り返ってみますと、この京都では最も激烈に戦われています。1925年京都学連事件、京都大学同志社大学の社会科学サークルの方々が弾圧される。1928年3月15日日本共産党に対する弾圧が行われ、1929年治安維持法に改悪に反対した我らが山本千次が虐殺された年でもあります。そしてその後1931年龍城校事件が起こり、いわゆる満州事変へと突っ込んでいったわけであります。さらに1933年先ほど述べた事件と同時に谷公選を描いた小林武次が虐殺された。この道を再び歩むのか、今分水嶺に立っていると述べても過言ではないと思います。意に沿わないものは理由なく切ると言い出したら、権威に忖度する傾向が強まる、全体主義への階段を上るな。山際前学術会議会長並びに前京大総長もおっしゃっています。まさに戦前の教訓から戦争の反省の上に作られたのが学術会議ではなかったでしょうか。そして政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないようにとの決意で作られたのが憲法ではなかったでしょうか。皆さん、この抱負の日に力を合わせ、市民と野党の共闘で政治を変える。1年以内に必ず総選挙あります。この総選挙で野党連合政権を作る、その足取りとその時の声をこの京都から上げようではありませんか。共に頑張りましょう。お父さん、ありがとうございました。続きまして、緑の党グリーンズ京都府本部京都代表代行の大井哲郎さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ちょっとあの天気予報を見ておって、今日の天気どうなるのかなというふうにちょっと心配しておったんですが、あのご覧の通り今日は非常にいい天気にも恵まれております。実はこの11月3日という日は皆さんの手元にありますプログラムの政党からのメッセージのところにも書いておりますけれども、1954年にゴジラの映画の第一作が公開された日でもありまして、例年ですとゴジラ誕生祭と題するオールナイトの映画の上映が京都でも毎年行われてきました。そして私はその映画を見て徹夜明けにこの集会に寄せてもらったというようなことも以前にはあったんですが、それ
会も今年はコロナの影響でやめというようなことになった、そういう次第です。で、まあ、そんな話はともかくとしましても、今年の憲法集会は新型コロナウイルス感染症この影響の下で、今改めて憲法を生かし、そして人々の命と暮らしを守る政治、それを実現することの必要性、それを強く私たちが感じている、そのような状況の下での憲法集会の開催となっております。そして先ほどからいろいろすでにお話にも出ておりますように、一昨日大阪におきまして、いわゆる都構想ですね、大阪市を廃止し4つの特別区に再編する、そのことの是非を問う住民投票が行われました。去年の知事と市長を入れ替えるダブル選挙や、大阪府の府議会、大阪市の市議会議員の選挙では維新の会が勝利を収めていました。そしてまた世論調査による吉村知事の支持率、これは非常に高い数字を示していました。しかし一昨日の住民投票の結果から見て取れるのは、そのようなこととは関係なしに、住民投票によって問われた制度の中身そのものについて、しっかり大阪の皆さんが考えて判断をした、その結果が一昨日の住民投票の結果に現れたと私は考えております。それと同じように憲法をめぐる問題にしましても、まずは国会による憲法改悪の発議、それを阻止するために、大きな力を注ぐ、そのことが大切でしょう。しかしそれとまた同時に、たとえ国民投票になったとしても反対が多数になるように、この度安倍内閣を引き継いで、引き継いだ菅内閣、これが推し進めようとしています憲法改悪の中身、それをしっかりと多くの皆さんに訴えていって、たとえ憲法改正改憲の国民投票になったとしても反対多数になるように、そういう世論をしっかり作っていく、そういうことが大切だと考えます。そのことが国会による憲法改悪の発議を阻むことにもつながっていくんではないでしょうか。それからまたもう一方において、そのような明文改憲によらず、解釈改憲によって憲法を壊していこうとする、そういう動きもまさに着実に進められています。ですからそのような解釈改憲による憲法を崩していく、そういう動きに対してもしっかり私たちが反対してそれを阻んでいく、そういう運動を進めていかなければならない、そういう決意を表明しまして、挨拶に返させてもらいます。どうもありがとうございました。大井さん、どうもありがとうございました。本当に3分間って短いので申し訳ございません。で、本日の集会にはですね、立憲民主党京都府総支部連合会会長で衆議院議員の泉健太さんからのメッセージをいただいております。本日は泉さんの秘書の松本圭介さんにお代読いただくということでお越しいただいております。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました立憲民主党京都府総支部連合会会長、衆議院議員泉健太の秘書の松本圭介と申します。本日はご開催誠におめでとうございます。本来ならば泉健太本人が参りまして、皆様にご挨拶を差し上げるべきところではございますが、公務のためそれが叶うことどうかご許しください。泉からメッセージを預かってきております。私が読み上げさせていただきますのでよろしくお願いします。メッセージ。本日の 11.3 憲法集会 in 京都にお集まりの皆様、そして主催者の皆様、戦後民主主義の礎である日本国憲法の価値を確認し、さらに時代に伝えていこうとされている本日の憲法集会のご開催に心から敬意を表します。冒頭菅総理による日本学術会議任命拒否問題は、学問の自主自立をないがしろにする極めて乱暴な権力行使です。政権による学術や知性の管理は、戦後私たちが大切に育んできた民主主義を危険にさらすものだと言わざるを得ません。
立憲民主党もその任命拒否の撤回を強く求めます。菅総理は所信表明演説において憲法のあるべき姿を最終的に決めるのは主権者である国民と発言しました。しかしこの発言にはだから各党は国会で議論しろという罠が隠されています。皆様、憲法について国民は最終的に決める存在でしょうか。いえ、国民は最初から決める存在であるはずです。国民共通の憲法改正の要望など存在しない以上、自民党による自民党の党勢のための憲法改正に私たちは付き合う必要などありません。立憲民主党はコロナ禍に苦しむ国民の生活と仕事を守り、暮らしに温かい消費減税や給付などの経済対策を訴えています。皆様、共に民主主義を守りましょう。2020年11月3日、立憲民主党共同総支部連合会会長、泉健太。代読で大変失礼をいたしました。皆様、共に頑張っていきましょう。松本さん、ありがとうございました。ここで代表世話人の皆さんと来賓の皆さんにはご退席いただきます。ありがとうございました。それではここで著名な細胞生物学者で歌人でもいらっしゃる永田和弘さんにご登壇いただきます。今日は永田和弘さんが平和について歌われた短歌を一首ご紹介したいと思います。まさかそんなと誰もが思う、そんな日が確かにあった。戦争の前、まさかそんなと誰もが思う、そんな日が確かにあった。戦争の前、永田さんがたびたび言及されていることなのですけれど、人の細胞は60兆個あるとされています。その一つ一つをつなげると地球を15周する長さになります。その細胞一つ一つが精巧な仕組みで動いていて、全能の存在が作ったごとくの生命だそうです。この不思議な本当に神秘に満ちた生命、そう思うと戦争などしどこではないのではないでしょうか。そう思いますけれど、いかがでしょうか。ありがとうございます。それでは永田和弘さん、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。永田和弘です。今日はですね、話はだいぶ前に、しろということで、その時にはコロナと憲法について話をしろというふうに依頼されていました。私もそのつもりでいたのですけれども、先ほどからも話題になってますように、今学術会議の問題に触れないで憲法を語ることはおそらくできないだろうというふうに思っております。それで、ただタイトルに偽りありではまずいので、前半少しコロナとのことについて話をさせていただきまして、それから私は今考えております学術会議の問題についてお話をさせていただこうと。でコロナの問題につきましても、私はサイエンティストでありますので、
科学とコロナという観点からお話をさせていただいて、その中で明らかになってくる科学者の役割がこの学術会議の問題でどんな意味を持ってくるかと、そういうことについてお話をさせていただこうと思っております。先ほどからお聞きしていると皆さんとても早口で喋られるんですが、私とてもそんな早く喋れませんので、ただ40分で必ず切り上げろと言われておりますので、ちょっと内容が多くて言葉足らずになるかもしれませんがお許しいただきます。今回の新型コロナウイルスの感染爆発、パンデミックと申しますが、まさにこの100年に1回の大きなパンデミックです。この前のパンデミックってご存知ですか？1918年から1920年、ちょうど100年前に起こったスペイン風邪、インフルエンザですね。でこれ実はスペイン風邪って言ってますけど、スペインが発生源ではありません。アメリカなんですよね。でアメリカで、陸軍の軍人に発生したのをそのまま第一次世界大戦で、ヨーロッパに運んじゃった。そこで発生をしました。でもうとんでもない数のパンデミックになりまして、世界でほぼ5億人、世界人口が18億の時代ですからね、18億の時代に5億人が感染して、日本でも2000万人が感染をしました。で38万人ぐらいが亡くなったと思いますが、このスペイン風邪がこんなに大きく広がったのは、世界大戦でドイツ側もアメリカ側もどちらもこういう感染が起こっているということを極秘にしてたんですね。一切漏らさない。でスペインだけが中立国だったんで、スペインが出たことはスペインが、発表したので、スペイン風邪という名前になっちゃったんですが、それはとんでも迷惑で、本当はアメリカ風邪かもわかんないです。でただここからはっきりするのは、情報を取得しておくということによってとんでもない、感染が起こる、爆発が起こる。でこれが今回の新型コロナウイルスの場合でもやはり起こったというふうに思います。これは中国で武漢で李文亮さんという、医者が12月もう30日の段階で、SARS に似たこういう感染が起こっているということを言ってたんですが、当局に拘束されて、そして、謝罪をさせられた。まあ、李さんはその後亡くなってしまうんですが、34歳でこの新型コロナウイルスの感染で亡くなってしまいましたけども、やはり今回もやはりそういうことが起こっている。つまり国家の都合によってサイエンスの事実、真実というものが秘匿されていく、曲げられていく、こういうことが起こっていく。でこういうことを考えましても、我々は100年に1回、ほとんど会わないで死ぬ人が多いんですよね。これ私の父親は1920年の生まれ、今年生きてれば100歳なんですが、父親はスペイン風邪も知らずに、今回の新型コロナウイルスも知らずに死にました。私の奥さんである川野優子も昭和21年に生まれて、平成22年に亡くなりましたので、どちらも知らずに。で我々はたまたまこういう新型コロナウイルスというような100年に1回しか起こらないような大きな出来事に遭遇したわけで、そういうところから何かを学ばなければ嘘だというふうに思っております。そういう意味でも私たちはこの新型コロナウイルスから何を学ぶかということを真剣に考える必要があるだろうというふうに思っております。まず一つは、私はサイエンティストでありますので、こういう時にサイエンス、生物学の本当に中学高校で習っていただくような基礎を一般の方々に共有していただくというのはとても大事なことだというふうに思います。でこういうウイルスが、蔓延しますと、あたかもウイルスが生物で我々を狙っているかのような、話が出てまいります。でもウイルスって実は生物ではありません。あれは、遺伝情報を持っておりますけど、自立して生きてはいけない、
ウイルスは我々の細胞の中に入り込んで初めて生きていくんですよね。なんでそれは我々の体の中に入るか。これは実は本当に感動するような話でありますけども、我々の体の細胞の一個一個の表面にはあるタンパク質があります。ウイルス、コロナウイルスというのはスパイクというトゲを持っていて、これが太陽のコロナのように見えるからコロナウイルスというんですけど、このスパイクのタンパク質と我々の持っていたタンパク質がたまたまびっちりってこう構造的に合っちゃったんですよね。でこのことは何の意味もないことなんです。ウイルスがたまたま持っていたタンパク質、我々の持っていたタンパク質がたまたま合ってみるとびっちり結合できた。このことで感染が成立して、ウイルスが我々を狙ったんでも何でもないんです。本当にもう何億分の1という確率でたまたま2つのタンパクがあったために我々がウイルスに感染をするということだ。こういう状況をはっきり知る、それで3密っていうのは、言われていますけど、これはやっぱり意味があって、ウイルスは外へ出たら生きていけません。一人では我々の体に取り付いて初めて生きていける。そういうことから3密は意味がある。あるいは石鹸で手を洗おうということがしきりに言われます。あれなんでいいのか。コロナウイルスはたまたま私たちの細胞の膜と同じような膜をウイルスの表面に持っております。この膜は油でできているので、油は石鹸に弱いんですね。石鹸で油溶けちゃいます。だから石鹸で手を洗うとウイルスの外の膜が溶けちゃってウイルスが失活する。でこういうちょっとした知識を皆さん方に知っていただくと、ただ石鹸で手を洗いなさいと言われて洗うのと、洗ったらこういうことでウイルス死ぬんだから洗った方がいいんだよっていうのを知るのとは全然違う。そういう意味で、最低限の生物学的な知識をぜひ共有していただくということはとても大事なことだというふうに思っています。これはね、生物学的な知識だけではなくて、科学というものがどんなふうにものを考えるかということの考え方も共有していただくということが大切だというふうに思っております。大阪府のね、吉村知事がうがい薬が効くって言いましたよね。あれ聞いた時に唖然としました。まずね、試した人が41人、この数でもの言ってもらったら困る。でこれを2つに分けて、うがい薬をでうがいをしてもらった人とうがいをしなかった人を比べたね。で我々サイエンスでは何を対象、つまり比較の対象として何を取るかというのが最も大事なんですが、うがいをした人とうがいをしなかった人を比べれば、うがいをした人の方が重症化しないのは当然。ただイソジンのようなああいううがい薬が特定のうがい薬で効くっていうんであれば、例えば塩水でうがいをした人とイソジンのようなうがい薬を使ってうがいをした、この2つを比べないと。つまりサイエンスにおけるものの考え方自体が、あえて政治家と言いますけども、政治家の皆さんに共有されていない、これが非常に大きな問題である。で全てそういう形での科学的な根拠が非常に曖昧な状態でいろんな情報が一般に流されている。これはとても怖いことだというふうに思っております。で私は今回の新型コロナウイルスのパンデミックにおいて非常に重要になったと思いますのは、科学者がいかに、一般の社会に向けて情報発信をしていくか、これがとても大事なことになっていくと思っております。まあ、これが今日後半でお話をする、日本学術会議の問題とも非常に強く関わってくるわけですけれども、やはり科学者っていうのはこういうサイエンス、つまりものをコロナウイルスが明らかに生命科学の現象ですので、これをどんなふうに捉えたらいいのかという、そういうものの考え方を一般の方々と共有するための努力をする、これがとても大事なことだというふうに思っております。で
まだもうちょっと時間があるからコロナの話をしますけど、新型コロナウイルスで専門委員会というのが当初ありました。で、尾身さんが副会長でいろんな発信をしておられましたけども、で途中から専門委員会が政府の分科会というのに変わりました。これは非常に危ういことであったと私は思っています。専門委員会には感染症の専門家、あるいは医学の専門家、そういう方が集まって専門委員会を作って、そこで新型コロナウイルスの感染状況について、解析をし分析をし、そして発信をしておられた。ところがその発信が国の経済活動とバッティングすることが非常に多くなって、あらかじめ分科会というのを作って、今度は専門家と経済の専門家、それから社会の専門家、こういう方々にあらかじめ分科会の中で議論をして、それを発表してもらうというシステムに変わりました。でこの分科会の中では感染症の専門家は非常にわずかになりました。 2,3 名でしたかね、になって、つまり私はきちんとした情報発信というのは、それぞれの分野の専門家が専門家としての観点から情報発信をする。生物学、感染症の専門家から見れば今状況はこういうふうになっているということを発信する。一方でそれだけではやっていけないわけで、社会は。そうすると経済の専門家、経済の専門家で集まって、経済的な観点からはこういうことであるということを議論をして発信をする。でそれがいろいろな観点から出てきたいくつの論を総合して、今日本ではこれどれだけ今何を採用するのが大事か、これを決めるのが政治なんですね。でこれを政治家がこの責任を丸投げをして、で生物学、生命の専門家と経済の専門家をあらかじめそこで話をさせて、適当なところでまとめて発表してもらう。これやはり政治の、政治家としてのある種の責任逃れになっているだろうというふうに私は思っておりまして、これが非常にまずいことであるというふうに思っております。やはり我々、社会人文科学も含めて、私はこうで科学というふうに申しますけども、それぞれの専門において発信をすると、そういうことがとても大事になってくるだろうというふうに思っております。でもう一つは今回のことで非常に明らかになりましたのは、新型コロナが出た直後に20億円の研究費が新たに、科学者集団に、配布されました。これも非常に泥縄式の、費用の配布で、これが本当に有効に使われたかどうかについては今後の検証が必要だと思っておりますけれども、私は、こういうことを起こったからそれに対処するために費用を出す、これもやむを得ないことでありますけれども、日本の、科学政策についての費用の配布の仕方が非常にまずいことになっているのではないかというふうに思っております。ご存じのように日本では PCR 検査が諸外国 に比べて10分の1以下でした。なんで PCR ができないのか、日本に PCR の機械がないのか、そんなことはありません。日本は非常に進んでおりますし、 PCR の機械だけから言えば我々の研究室には2台も3台もありますし、一つの大学に何十台、それが全然利用できてない。これは保健所管轄で保健所の数が少なくなっているということが非常に大きな問題でした。で保健所法は1970年に保健所法というのができまして、で1947年に改正されて、戦後の非常に衛生状況の悪い時に保健所が非常に活躍をしたんですね。保健所なくてはならないものだったんですが、日本がだんだん成長していって衛生環境が良くなっていくと、保健所が非常に地味な存在に移っていきます。そして、1994年に保健所法が改正されて地域保健法に組み替えられました。それとともに保健所に行く予算が非常に少なくなっていました。保健所というのは社会の下支えをしていること組織ですね。で何かあったら困るけど、保健所が頑張った頃からといって何かが
目に見えて成果が出てくるというような存在ではない。でそういうところから予算が削られて、1994年に改正されて、それ以降保健所の数が、半数になりました。半減しました。20年間で半減した。で保健所半減するということは、保健所に勤めている数もの職員も半減するということで、結局こういうことが起こった時にそれに対応できないという状況が日本で起こった。だから、PCR 検査が間に合わなくて、もっと早く検査しておく人ができないという状況、こういう予算の配分仕方を見ますと、今政府は選択と集中ということをしきりに言って、役に立つ研究、役に立つ学分野に金を集中するという形で予算の配分をしております。これもちろん国民の税金でありますから、国民の役に立たないことに、金を使うのは無駄だ。確かにその通りです。ただこと防災貿易、つまり将来起こってくるかもしれない感染症、あるいは将来起こってくるかもしれない地震とか大災害、こういうものに対する予算というのは選択と集中という概念では立しきれません。この予算は予算もつけるけども役に立たなかったからこそ良かったんだという予算なんですよ。つまり役に立ってもらっては困る予算で、役に立たなかったからこそ良かったということを国民みんながコンセンサスとして持つ必要があると私は思っているんです。これ実際日本でもありますよね。国防予算ですよ。あれは桁が違います。 5.3 兆円でしょ、今年 5.3 兆円、あれ多分役に立たないんですよ、本当に言えば。で役に立たなくてよかったんですけど、国防予算には 5.3 兆円という莫大な金が出しながら、一方で保健所とか防災にはどんどん金が削られていく、こういう予算の配分というのは非常にまずいだろうというふうに思っております。まあ、私は、予算というのは確かに役に立つものだけれども、私の実は、大学の時の先生にノーベル賞の湯川秀樹先生がおられまして、私は湯川先生の最後の学生だったんですけども、1年間湯川先生の講義を聞いて、もう講義の内容全部忘れましたけど湯川さんが言ってるから一つだけ覚えてるのは、君ら今役に立つっていうのは30年経ったら何の役にも立たへんで、と湯川さんが言っておられました。つまり選択と集中というのは今役に立つことしか考えてない。これから100年50年100年先に何か起こる時のために備える予算というのは選択と集中という概念から出てきません。ただそういう予算が大事だということ、そしてもし何か起こった時に直接そういう感染症に対して研究している人のない基礎研究にも、金をきちんと分配して基礎研究を充実させることが将来起こるかもしれないことに対応するには非常に大事なことであるということが言えると思います。まあこれも本当はちょっと言葉足らずで申し訳ないのですが、コロナのことについてそんなことを言おうと思っていたんですが、実は今回学術会議の問題が起こりまして、私は今日ここで皆様方に訴えたいのは、学術会議の問題は決して学者だけの問題ではない、このことだけをはっきりお伝えをしておきたいというふうに思っております。これをあれは学者の問題だからって放っておくと日本は取り返しのつかない、状況に陥る、これもほぼ確率だと私は思っております。でご存じのように、ありがたいことに今日本で670を超える学会、それから文化団体、それから有志、いろんな方からこの学術会議の問題については、抗議声明が上がっております。
これ安保法制に反対する学者の会という会がありまして、私も実は発起人の一人なんですが、そこがいち早く反対声明を出しまして、その後全国から集まってきたそういう反対について、集めておりますけど、学者だけではなくて映画の会、映画人とかですね、文化団体とかいろんなところから反対の声明が上がって、これは非常に心強いことだと思っております。で、今日はなぜこれが学者だけの問題ではなくて日本全体に関わってくる問題なのかということについて少しこれからお話をさせていただこうというふうに思っております。まずこの210名の学術会議の会員の中の105名が、改選で、3年ごとに改選されまして、今回105名を推薦した中で6名が、任命を拒否された。これは由々しき問題であります。で、これ実は2つの点で明らかな法律違反があるということができると思います。で、1つは、今学術会議は定員を満たしていないということです。学術会議法には日本学術会議は210人の日本学術会議会員をもってこれを組織するというふうに言っております。で、210人いないと学術会議は成立しないんですが、今204でしたっけ、210-6だから204だな、204名しかいない。つまり法律的には日本学術会議は今違法状態に置かれている。で、この違法状態に置いているのがまさに政府である。このことをやっぱり我々はまずはっきりさせておかなければならない。で、今井上、科学技術大臣ですか、これが、梶田さんに、日本学術会議の 改革に向けて共に、協力してくれることを要請したというふうに言っておりますけれども、これ実は論理矛盾ですね。つまり政府は今学術会議を違法状態において、その違法状態において日本学術会議に改革をしろと、これはありえないことで、まずの日本学術会議が改革をするためには違法状態を解消しなければならない。それには6名を任命しなければならない。私は、ちょっとこれはまあ外野席からなんてやきもきしてるんですが、日本学術会議は、自民党が今立ち上げている学術会議の在り方に対するプロジェクトチームです。あの要請には従うべきではないと思っています。まず日本学術会議の在り方を考える前に日本学術会議の違法状態を解消するのがまず先決であるというふうに思っております。もう一つの違法状態はもうこれも何度も言われておりますけれども、菅首相が任命を拒否したこの理由であります。で、昨日の予算委員会ご覧になりました？もう本当にちょっと唖然としましたけど、6人の方をご存知ですかという質問に、加藤陽子先生だけは知ってるけどあとは知らない。で、前以前にはその6人の名簿を見なかったと言っておられる。で、日本学術会議の、日本学術会議法という法がありまして、これに今会員は第17条の規定による推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると書いて、この第17条には何が書いてあるかと言いますと、日本学術会議は規則で定めるところにより、優れた研究または業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し推薦すると書いて、つまり日本学術会議の会員の推薦の唯一の基準は優れた業績研究、これを持っている科学者を持って会員とするということであります。ここには一切総合的、俯瞰的という評価の基準もないんですね。なのに今答弁では常に総合的、俯瞰的という答弁しかなされない。
明らかに、間違った観点で、つまり法律に違反した観点からの任命拒否であると言わざるを得ない。ここをやっぱり我々は最も大事な問題として考えておくべきで、これを学術会議の在り方がどうとか、それから学術会議の会員が偏っているとかっていう問題にすり替えてしまってはならないというふうに思っております。まあ、偏りすぎてるっていうのもすごく変な話で、これも昨日立憲民主党が答弁してましたから皆さんご存知だと思いますけど、旧帝大に偏ってる、だけど拒否したのは私学の教授とか、だから女性が少ないって言って女性の教授を拒否したり、もう本当に支離滅裂としか言いようがありませんけれども、この拒否の仕方が明らかに、日本学術会議法に違反しているということは我々は押さえておく必要があるだろうというふうに思っております。で、今回のことで非常に明らかになったのは、図らずもそこで昨日の予算委員会のことでも明らかになりましたように、業績を知らないで拒否をする、これは、その学者が持っている専門知、専門的な知識への冒涜あるいは無視、これに他ならないものであって、これが今の政府に一番欠けているところだと私は思っております。で、私はね、学者はみんな偉いと思ってないんです。うちの奥さんをあんたは学者バカだかっていつもバカにしてましたし、学者は全部偉いんでは決してないと思います。ただ学者っていうのは何十年か30年40年一つのことを一生懸命研究をしてきて、勉強してきて研究をして、その分野のことについてはおそらくこの日本の誰よりもあるいは世界の誰よりも知っているのが学者です。だから学者っていうのは総合的に偉いのでも何でもない、だけどその分野の知識についてはその人に勝るものはいない、これが専門知というものであって、この専門知へのリスペクトですね、ある種の尊敬、これがないと学問そのものにはが成り立っていきません。私たちは職人さん、非常に巧みなスキルを持った職人さんすごく尊敬します。これは見えるからね、ものすごいことができるんだと思って尊敬する。これと同じ意味で学者の考えやってることは見えないんですよ、本当頭の中にしかないから。見えないけどこの人はこのことについて何十年も研究して、この人は誰よりもこの点についてはよく知ってる人だということを認識しないと専門知へのリスペクトっていうのは生まれてきません。決して総合的俯瞰的な観点から評価できるものではありません。これが非常に大事なという問題で、それから先ほどから今回の任命拒否は学問の自由への侵害であるというふうなお話が出ておりました。確かにその通りです。ただ私は学問の自由への侵害はこれもまさに憲法違反ですからあってはならないことですけれども、これは学問の自由への侵害という以前に学問そのものへの否定だというふうに思います。つまり学問というのは批判的な精神を欠いては学問は成り立ちません。常にこれまであったもの、これまで言われているものは本当に正しいんだろうかということを考えながらそれを検証していくのは学問です。先ほど私の紹介の時に人間の細胞は60兆あるんだからという話がありました。60兆あって地球15周できる、これは私はもう何十年も学生に教えてきたことなんですね。ところが2013年、7年前ですけど間違えたってことが分かりました。人間の細胞37兆しかない、地球9周ぐらいしかできない。まあ地球9周できるのすごいですけど、我々の体の細胞バラバラにしたら地球9周できるんですよ、本当に1列になる。これすごいことですけど、我々60兆っていうのを数を教えてきた、その時非常に強く反省したのは、なんで60兆っていう数が出てきたんだということを
本当に真剣に考えてなかった。誰も数えようがないわけですよ、並ばれできない。でしようがないから、人間の体重を細胞1個の重さで割る。60兆細胞1個1ピクログラムね、1ピクログラムで割ると60兆になるんですよね。細胞1個の体積大体わかるんです。細胞1個の体積で、我々の体積、我々の体積わかりますよね。風呂に水張ってぼちゃんと入って溢れた水見たら体積わかる。アルキメデスですよね。こんな風にして体積を1個の細胞体積で割るとやっぱり60兆になる。だから誰もやれない、しようがないから60兆って言ってきたんですけど、すごい学者がいて、ほんまか。それで過去200年ぐらいの論文を全部精査して、きちんと細胞の数が分かる組織の写真を足し合わせると37兆個ぐらいしかない。これ本当に感激しました。これがサイエンス。つまり60兆って言われてるから60兆だろうと言ってたらサイエンスにならないんですよね。60兆って言われてるけど、ほんまかっていうことを自分で考えてみる。それがないとサイエンスになりたくない。これには批判精神が必須です。批判精神を忘れたところにはサイエンスが成り立ちません。で、これはたとえ政府が決めたことに対しても批判しなければならない。つまり政府が、耳の痛いことを常に言い続けるのが学者であるとも言えます。今回はなぜ任命拒否したのか一切言わないので、我々は、推測するしかありませんが、この拒否された6名は、特定秘密保持法、それから、安保関連法に反対した学者であるばっかりだということを考えても、そのあたりのことが我々に推測される。これ本当は怖いことですよね。理由は言わなければこういうことだろうかとみんな忖度する。何が悪かったんだろう、やっぱり悪いこと言うと外されるのかなという、そういう風潮が起こるのは非常にまずいことで、ある意味で政府はそういうことをみんなに植え付けたいのかもしれないけども、ただ、学者というのは批判的にしかものを見てはいい、批判的にものを見られなくなったら学者としての生命は終わりである。これは、理系の、我々の理系の学者についても、尋問社会系の学者についてもしかりです。で、特に尋問社会系の学者についてはそれが、表に出てきますけども、ただ、そこはすごく大事なことで、理系もやはりそういうことがあります。で、軍事研究をやらないということを1950年、それから1967年、それから2017年に、学術会議が3度その声明を出しました。で、これは非常に大事なことであったと思っております。私はもうすでに新聞にもちょっと書いたことがあるんですが、皆さん学者というと世界を切り開く、つまり世界の前衛として世界を切り開いて新しい原理を見つけ、新しい法則を見つけ、新しい体系を見つけて一般社会に奉仕する、こんなふうにお考えだと思います。これは学者の正しいあり方です。私たちも誰もまだ知らないことを私の場合は自然の中から発見したいと思って、この40年近く学者をやってまいりました。これ何者にも変えられる方は喜びであります。ただ私は学者の使命はそれだけではないと思っております。学者は前衛であるとともに後衛でもある。つまり前衛として社会を切り開いていく役割であると思っているとともに、社会の後ろから社会をきっちり監視しつつ進んでいく、これも前衛であるに劣らず大切な学者の使命であると思っております。つまりこの一線だけは決して越えてはいけないよっていう、この一線を越えるか越えないかを常に監視をしている、それが学者のもう一つの大事な役割である。つまり学者は前衛であって同時に後衛としても役に立っていかなければならないというふうに思っております。日本学術会議はなぜできたか、1949年にできたんですけども、これは戦争中に科学者が戦争に加担をしていった、この歴史を反省してこういうことはないように日本学術会議っていうのが作られました。この役割は非常に大事なことで、日本学術会議はある意味で言うと
社会の公営として社会を監視する役割を担っている、そういう団体であるということが私はできると思っております。で、我々もそうですけど、新しいことを見つける、これもう本当に楽しいことで、これはないあるからやめられなかったんです。見つける努力、誰も知らないことを発見する喜び、これは個人でできます。個人で、あるいはグループを作って研究することによって見つけていくことが、これ理系でも人文社会でも同じだと思うんです。ただ先ほど申し上げた社会の公営として、政権が、あるいは日本が、世界がこの一線を越えるかどうかということを見張る、それに警鐘を鳴らす役割、これは残念ながら一人ではできません。一人でやると無視されるか、あるいは弾圧をされるか、時の政権に不利なことを言うとそういうことになる。そこに学術会議が会議として場を持っているということが重要な意味を持っています。日本学術会議は個々の学者の、非常に優秀な学者が集まっております。その学者の何十年やってきた専門知を持ち寄って、一つの分野だけでは解決できない問題をいくつもの分野の学者が集まって議論をして、科学的な観点からここまでは大丈夫なのか、これはダメなのかということを議論する場を提供している。これが、時の政権にとって批判的になるのは当然のことであります。ここで批判的なことが出せないようであれば、むしろ逆に学術会議というのはあってある必要はないとさえ言ってもいいというふうに私は思っております。これを今、有方委員会では、これ有方委員会の中でどういう議論が進んでいるか私はまだ知りませんけれども、個人的にはもう我を民間に移行してもいいんじゃないかというような意見も出ています。これ非常にまずいと思っています。私は時の政府に対してものを言うのは、その政府の中にある機関だからこそそれに対する提言が意味を持つと、つまりそれが政府と離れて、民間の団体になってそこがものを言って無視されるだけです。ただ身内の中にある人間がそれに対してものを言う、これは無視をできないわけですね。だからまあ政府は煙たいわけです。だから私は個人的には学術会議は政府の諮問機関として残すべきだというふうに思っております。10億円出してって言っていかにも惜しそうに言いますけど、アベノマスクの200何十億円に比べればはるかに安いんですけど、しかも学術会議の会員には何ら給料も出ていません。私も連携会員を長く十数年やりましたけども、出ていく旅費とその日の何千円かの日当でだけです。で、後輩になるともう日当も出ないし、だから旅費も出ないんでちょっと会議やめてくれっていう、それぐらいの状況で日本学術会議やっております。で、政府は10億円出して自分たちに物を言ってもらう、意見をしてもらうっていうのはとてもありがたいことだと思っていただきたい。私は、老人になってこれから自分はどうなっていくか両自信がないので、うちの子供たちにはもし俺がお父さんが変なこと言い出したらちゃんと止めてねって頼んであります。つまり何か暴走し始めたら止めてくれる機関を自分の中に持っている、これは非常に大事なことで、日本学術会議は決して外に出してはいけないというふうに思っております。もう一つ、これはもう私は改めて言うまでもなく皆さん感じておられることだと思いますけども、今の国会の答弁、特に菅さんの今回の学術会議の説明しないということは、あれはもう答弁になっていないですよね。この憲法63条には総理および総理大臣および国務大臣というのは、答弁または説明のため出席を求められたときは出席しなければならない。答弁または説明のために出てきているのに何の説明にもなっていない、一切説明をしない、これは国会軽視というか国会無視というか、はっきり言って民主主義の、否定に他ならないと私は思っています。こ
これは由々しきことで、日本がこれから非民主主義の国になるというのは耐え難いことでありまして、昨日の報道1930というのを見ていたら、世界の民主主義国家と非民主主義国家が逆転したんだそうですね。民主国家が87で、非民主国家が92になった。日本はどっちかという状態だと思いますけど、私はもう時間ですのでやめますが、この学術会議の問題、これをこのまま置いておきますと、これは必ず他の分野に波及していく問題になると思っております。でこれが、こういうある種の言論抑圧、その他の問題が起こるときは必ず人事から起こります。これ東大でも平賀淑学っていうのがありまして、海軍の出身の教授を東大の選挙では別の方になったんですが、文部省はそれを認めなくて、海軍の出身の教授を総長にしたというのが昭和13年にありました。でこれで平賀譲るという学長が総長になったんです。彼がやったのは河合英二郎という反ファッションを唱えている学者を辞任させること、つまり、人事から手が入ってきて物が言えなくなる、あるいは人事で辞任させられることが、危険があることで物を言えなくなる、これがやはり憲法に至る前に、つまり自粛とか忖度とか言われる、まあ、日本人特に多いあれですけど、これを不満しておくと、これがどんどんと広がっていく。これは非常に、懸念されるところであります。私はこの学術会議の問題については、ぜひ学者のだけの問題ではないということを皆さんに認識していただいて、今回のことは、この学術会議のあり方というところにシフトさせないで、あくまで6名をきちんと任命してもらう。ここを譲らない。これがとても大事です。で、決して妥協しない。そしてもう一つ大事なのは、これを忘れてしまわない。これがね、とても大事だと思って。特にメディア、マスコミは、書いてくれるときは非常に書いてくれるんですが、ある時間が経つと、パタッと書かなくなるんです。で、これが一番怖くて、今、こうして説明しなくて耐えておられるのは、もうすぐみんな忘れてくれるだろうという認識からですね、これは、第二次世界大戦の時にヒトラーが言ったことで、民衆というのはすぐ忘れるんだというヒトラーが言いました。でこれが我々が一番考えておくことでもあります。決して一言だと思わないで、そして忘れない、そして妥協を許さないということを、皆様方に、訴えて今日の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。皆さんありがとうございました。大変聞き応えのある話だったと思います。もう一度盛大な拍手をお願いします。すみません、ちょっと事務連絡的になりますが、会場にお忘れ物がございます。大事な、手帳とか保険証とか入っております。前の方にありますので取りに来てください。時間が若干押しておりますが、これはもう大事なお願いがございます。今日の集いですね、プログラムを見ていただいても分かりますように、皆様 の賛同金で運営しております。ではありますが、なかなかまだまだ足りない部分がございます。でいつものように心苦しいんですけれども、まあ、貧乏人から金を集めるというですね、憲法集会独自の、まあ、ございます。で今担当の者が袋を回させていただいております。会場がとりあえず規制の中で満席となっておりますので、前の方から順番にですね、できれば重たくない軽い音のしないやつをいただければ本当に助かります。
よろしくお願いいたします。その間にもう一つご案内です。皆様プログラムの中にこういうチラシが入っているのをご覧いただいておりますでしょうか。これはですね、憲法主催団体の一つであります憲法9条京都の会がなんとラジオ番組を持っております。そのラジオ番組の紹介になっております。YouTube でも上げていこうかなということもしておりますので、またご注目いただければありがたいと思います。それと繰り返しになりますが、会場とのお約束で、連絡先ですね、緑の、紙にお所とお電話番号、何かあった時の連絡先ということで、受付の方に回収しますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて皆様、安倍政権の退陣と菅政権の誕生に伴って憲法をめぐる情勢はどうなるのか、どのような運動が今求められているのか、ご一緒に考えたいと思います。そこで憲法9条京都の会の世話人の弁護士の小笠原慎二さん、情勢報告をいただきますのでよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。会場にご参加の皆さん、そして IWJ 通じて同時通信で、ご覧になっておられる皆さん、憲法9条京都の会の世話人の一人をしております小笠原でございます。実は昨年もこの場所で話をさせていただきました。その時は安倍9条会見に決着をと題するテーマでした。安倍政権自身は私たちの運動によって、終焉させることができましたけれど、安倍9条会見は安倍政権を継承する菅政権の誕生によってまだ続いています。私はまずはじめにこの安倍政権が憲法に対してどんな姿勢をとっており、そしてどんな改憲戦術を取ろうとしているのかについてお話をさせてもらいます。菅さんが首相になった直後の記者会見でこう言いましたね。政府として憲法改正に挑戦する。いや、びっくりしますよね。憲法99条は、国務大臣や公務員に憲法尊重義務を課しています。政府というのはまさにこの国務大臣やあるいは公務員によって構成をされている組織ですけれども、政府としてといった途端にですね、これはむしろ憲法を守りますって言わなきゃいけないわけです。そうではなくて改正挑戦するっていうのはもう憲法を知らない発言だと言わなければなりません。まあ安倍さんと同じでしょうか。憲法に基づく政治とか立憲政治という理念を全く知らないか、あるいは言葉は知ってるのかもしれないけれど前提となる憲法の基本理念を知らないか、まあ、どちらにしても私たちは改憲を目指す首相との戦い、再びそのステージに立っているという覚悟をまずは持たなければいけないんじゃないかと思います。そしてこの菅政権の改憲戦術ですけれど、私は4つぐらいを考えているんじゃないかと。で、一つはですね、安倍さん退陣した、菅さんはあまり改憲言わない、改憲策動に対する警戒心がこれによって薄らぐのではないか、それを待っている作戦が一つですね。私の周りもあります。安倍さん亡くなったから安倍9条改憲反対の署名はまあいいんじゃないの、それは違うだろうということです。これが一つ目の作戦。二つ目が自民党の憲法改正推進法案、この間全ての派閥の領袖を顧問にしていわゆる挙党体制を組みました。そして、安倍9条改憲いわゆる4項目の時にはイメージだけだったんですけれど、これを
条文化をする、自民党として改正原案を正式に策定をする、それを年内に作る、つまり衆参の憲法審査会で本格的に改憲の議論を始める作戦を取り始めたということです。今衆議院の確か憲法審査会の会長には細田博之さんになったんですけれど、彼は前の自民党の憲法改正推進本部の本部長ですよね。いよいよ本格的に自民党が党を挙げて憲法論議を憲法審査会で行うという作戦に踏み出したということです。3つ目は野党分断ですね。11月1日安倍さんが地元山口に帰ってこういう発言をしました。安倍政権の下での改憲の議論はしないと野党は言ってきた、この言葉はもう通用しない、より一層改憲の議論を高めていくと、こう言ったんですね。確かに立憲与党間の合意の中では安倍政権下での改憲には反対すると、こういう合意でした。そこで、安倍首相、前首相や今の改憲派はここにくさびを打ち始めたということです。4つ目は改憲のための議論を高める、いわゆる突破口として、いわゆる敵基地攻撃能力不与論の議論です。中国、北朝鮮の軍事的な脅威をいたずらに煽ってやられたら大変なことになるから、その前に何とかしなきゃいけないという不安を増長して敵基地攻撃能力を日本は持つべきではないかという議論をすること、このことによって改憲の議論を高めていくという作戦、これが4つ目ですね。今日は立憲民主党の泉さん、のメッセージが秘書の方によって読まれましたよね。皆さんのパンフレットの裏に書いてあります。こう書いてあります。憲法について国民は最初から決める存在だ、国民共通の憲法改正の要望など存在しない以上、自民党による自民党の党勢のための憲法改正に私たちは付き合う必要などありません。全くその通りですよね。私はこの観点で立憲野党がしっかりと共闘を強めて、そして政権交代を目指す、これが今求められているのではないかと思っています。そして私たち市民はこの立憲野党の共闘をしっかりと支えていくために、新たに今提起をされています改憲発議に反対する全国緊急署名、この署名運動を大きく転換させていかなければいけないのではないかと思っています。皆さんのお手元の中に改憲発議に反対する全国緊急署名入っていますので、ぜひこれを利用して運動を進めていってください。さて皆さん、菅政権なんですけどね、私は菅さんの、総裁に立候補した時の発言、それから国会での発言聞いてびっくりしました。こう言いましたよね。政策の基本ね、この国家のあり方の基本の考え方にて彼は自助、共助、公助だとこう言いました。まずは自分で何とかしなさい、困ったら、それでも大変だったら家族や地域の皆さんに助けてもらいなさい、それでもどうしてもダメだったら最後にじゃあ国家が、政府が手を出しましょうか、こういうことを堂々と宣言したということです。私は憲法を学ぶ中で近代現代資本主義が矛盾し、その中で人民の自由や権利や生存が脅かされる、これに対する労働者階級やあるいは市民のいわゆる
階級闘争によって資本主義を維持するためには今のままではダメだから福祉国家を作ると、国家の責任で本当に困った人たちの命や権利を守る、こういう福祉国家の理念を作り上げてきた。今の現代の憲法というのはそういう福祉国家理念に基づいていると学びました。構造的な差別とか選別を生み出すのが重視原理社会、その社会の中で自助や共助によってはどうしてもできない、どうしようもできない、そういう事態が生まれるのは当然なんです。その時に国家が責任を持って一人一人の命や暮らしを守る、これが福祉国家理念ではないでしょうか。日本国憲法25条は生存権を規定していますが、この規定はまさにこの福祉国家理念を宣言する規定だと私は学びました。皆さん今新型コロナウイルス感染症の拡大の中で命をなくし、健康害し、あるいは営業が大変な状態になり、あるいは採用の内定が取り消され、解雇や雇い止めが横行し、あるいは医療の現場や保健福祉の現場で過労死を超えるような長時間の労働を強いられている、そう今多くの国民の皆さんが大変な時に、なぜ自助公助ですか、自分たち一人一人で何とかせえって、なんでそんなことが内閣のトップの人が言えるんでしょう。まあ、菅さんは福祉国家という考え方が頭の中に全くないのかもしれません。国民の命や暮らしを守る政治よりも資本家や大企業の利益を優先させる政治が大事だと思っているのかもしれません。最近、安倍首相が戦略会議の委員に、デイビッド・アトキンソン氏という人を選んだと言われました。この人どういう人かというとね、今日本の経済を支えている大多数の中小零細企業、これは淘汰制度、そして大企業を強くして国際競争力を高めていったらいいという、こういう持論を持った人です。菅さんは明らかに中小零細企業の経営を守る政治を、政策を重視をしないという立場を明らかにしたと言わなければなりません。私はこの菅政権、新自由主義に固執し、そしてこれまでの安倍政治よりももっとひどい政治を進めていく最悪の政権ではないかと思っています。もう一つだけですね、私言いたい安倍政権、菅政権、実は怖さです、恐ろしさです。10月22日の京都新聞の囲みの記事です。菅さんが外国訪問しましたね、この間ね、で首脳会談を行ったわけですけれども、その時の同席者2人いるんですね。泉博人首相補佐官、まあ、この人はまあいいですね、置いといてですね、大事なのはもう一人、北村茂国家安全保障局長、この泉北村両氏が首相の懐刀であることが鮮明になったというのが今年の報道。その通りですね。問題は北村茂って人ですけどね、この人は警備公安警察の幹部をしていて、内閣情報調査室の室長をし、そしてあの秘密保護法の制定に執念を燃やした人物、そして内閣情報官を務め、そして昨年からですかね、国家安全保障局長になった。
いわゆる日本型 CIA 長官です。で、私がどうしてこの人のことをそんなに気にしているかというと、京都弁護士会が機密保護法を制定に反対する運動をしている時の私はその一人だったんですけれど、その頃ですね、多くの野党が機密保護法のせいで反対をしたのに、それでも、そして自民党の中でも反対の意見があったのに、それでも強硬に押した。その背景にこの北村繁さんがいた。で、あの秘密保護法が制定されたことによって、実は警察庁の予算も権限も拡大をしたんです。週刊誌や日刊現代では官邸のアイヒマンというふうにこの北村繁氏のことを言っています。あるいは公安の妖怪だというふうに評価をする人もいます。警備公安警察出身で内閣情報調査室の室長で、つまり内外のさまざまな情報を収集し、秘密情報を収集し、それをもとにして統制を図っている、その組織の中心にいた人物がなんと国家安全保障局長になって、菅さんの懐が、学術会議105名の名簿の中から6名を外したのが、杉田勝弘氏、内閣官房副長官と言われてますが、実はこの人も、警備公安警察出身です。今は同時に内閣の人事局長にもなっています。つまりですね、この安倍さん、もっと言うと安倍さん、菅さん自身がそうですよね。この人は菅政権の下で内閣官房長官をやっていて、裏で情報収集統制し、メディアを統制し、あるいは人事の力を背景にして各省庁の統制をずっと強めていった。菅さんが、これも国会で話をした言葉ですけれど、役所の縦割りと悪しき前例主義を打破する。これね、一言で言うと官邸が全ての省庁を完全に掌握をするということです。今すでにその現れが出ていますよね。私は菅さん自身が実は政治的な理念も国家的な高邁な理念も全くない、ただ権力を集中し保持をする、そういう意味では陰湿な権力者のように見えてきています。私は本来権力を持っている政治家というのは責任感と同時に怯えが必要だと思っています。10万人から責任感というのは もちろん一人一人の国民の命や暮らしを守る責任を持たなきゃいけないということです。怯えというのは何かというと、自分が行った決定あるいは政治によってひょっとしたら間違ったことをしてしまうかもしれない、そういうことに対する怯えが必要だと僕は思っているんです。権力を持っている人は、おそらく菅さんはそんな感覚は全くないんでしょうね。こうした菅政権を打倒して憲法による政治、福祉国家理念を実現する政権を私たちの手で作り上げようではありませんか。そうだ。時間がないんですけど、どうしても言いたい日本学術会議問題ね、違法だってのももう当然なんだけども、その背景の話なんですけどね、先ほど永田先生からもありましたが、学術会議は1950年、67年とね、戦争を目的とする科学の研究は絶対に行わないという宣言を出したんですね。で、1917年も実は政府が出した防衛省の委託研究制度についてね、批判的な見解を出してるんですね。これが気に食わないんです。ね、本音は。でね、どれだったかな。
読売新聞に掲載をされた意見稿、公益財団法人国家基本問題研究所理事長は桜井義子さん、わかりますね、どうも。この意見稿ね、冒頭、日本学術会議は廃止せよと、何を言ってるかですけどね、日本学術会議は軍事目的の科学研究は絶対に行わないとの声明を何度も出してきた。憲法も、つまり平和憲法ですね、学術会議も国家国民の足かせと化した。つまり戦争を否定し平和国家を目指す今の日本国憲法も、そして戦争のための研究を行わないといった学術会議も、この人たちにとっては不満なんです。これは今の改憲を目指す菅政権と一致をする点です。他にもね、あの、なんだろうな、右翼的な月刊誌がね、日本学術会議の暗部だとか、日本学術会議解散せよとか出しています。今ね、政権そして日本会議総ぐるみで日本学術会議を潰そうとしてきています。先ほど永田先生もナチスの話をちょっとされましたけれど、反ナチ運動に取り組んだニーメラーさんという方がこういう詩を残してますよね。ナチスが共産主義者を弾圧したとき、私は声を上げなかった。私は共産主義者ではなかったからだ。社会民主主義者を牢獄に入れたとき、私は声を上げなかった。私は社会民主主義者ではなかったからだ。労働組合員が攻撃を受けた、しかし私は声を上げなかった。私は労働組合員ではなかったからだ。ユダヤ人をナチスが連れて行った、私は声を上げなかった。なぜなら私はユダヤ人ではなかったから。そしてナチスが私を攻撃したとき、私のために声を上げる者は誰一人いなかった。私はこの詩は、権力が人民に対して不当な攻撃をかけてきたときに、それに気がついた一人一人が声を上げていくことの重要性を指摘し、権利のための闘争を呼びかけている文章だと私は思っています。今日本学術会議にかけられた攻撃に対して、私たち一人一人がその攻撃に反対する声を共に上げていこうではありませんか。もう一つ言うあのね、皆さんご存知の通り、核兵器禁止条約が来年1月22日発効しますよね。これはね、人民の長年の戦いの成果ですよ。そして私は人類の歴史を前に進めた大きな偉大な成果だと思っています。私たちはそういう成果を目の当たりにし、そしてそういう運動をしてこられた被爆者の方たちの命を削るようなそういう取り組みに本当に敬意を表するとともに、感謝の気持ちも込めて、そして今新たに唯一の被爆戦争国、戦争被爆国である日本の政府は核兵器禁止条約の署名批准をせよという署名運動が始まった。私たちもこの署名運動を成功させるために共に運動を進めていくことを確認させていただいて、私からも。皆様どうもありがとうございました。長時間どうもありがとうございました。締めの方に入っていきたいんですが、その前にまず自己連絡です。後ろは男性用トイレ、イヤホン落ちてました。また前に置いておりますので、お心当たりの方いらしてください。で、締めに入ってまいります。本日の集会アピール、採択していきたいと思います。読み上げて採択に変えます。途中はしょるかもしれません。よろしくお願いします。朗読させていただきます。2020年 11.3 憲法集会 in 京都集会アピール。今年の9月、会見に凄まじい
執念を燃やしてきた安倍政権が退陣しました。国会で改憲派が圧倒的多数を占めていても、国民の支持のない中で改憲はできませんでした。私たちの運動が安倍政権下での改憲を阻止したのです。私たちはこのことに改めて確信を持ちましょう。安倍政権を継承するという菅政権も改憲路線を進めています。自民党は新たに憲法改正推進本部を発足させ、年内にも改憲原案を策定するといいます。他方安倍政権下で特定秘密保護法の制定、九条改憲の変更、戦争法の制定、共謀罪の創設など、日本は戦争のできる国へと急速に進んできました。その上、政府は敵基地攻撃能力の保有に向けて議論を進めようとしています。日本から戦争を始める能力を保有するなど、憲法9条のみならず国連憲章にも違反します。そればかりか、アメリカが始める戦争に集団的自衛権の行使としてその能力が使われることもありえます。まさにアジアで軍事的緊張を高めるだけであり、決して許すわけにはいきません。2020年、私たちはコロナに翻弄されています。自民党政権は国民の命よりも経済成長と路線を貫き、命と暮らしの財源まで利権癒着政治の温床にしました。コロナの教訓として、菅政権が進めるのは財界主導のデジタル社会化と管理社会化です。菅首相は自らの目指す社会像は自助、共助、公助、そして絆だと自己責任を強調し、福祉という現代国家の役割を放棄したかのように語ります。ですが、コロナが明らかにしたのは、懸命に頑張っても暮らしてはいけないという現実ではないでしょうか。ここで役割を果たさない政府に一体何の意味があるのでしょう。私たちは一人一人を大切にする政治、命と暮らしを本気で守る政治を求めます。また日本は憲法9条に基づき、戦争をしない、させない国であるべきと考えます。1年以内に総選挙が必ず行われます。この国のこれからの在り方が国民に問われることになります。市民の後押しで野党共闘は進んできています。私たちは憲法を生かすまともな政治を実現しようと働きかけていく決意です。決意です。共に力を尽くしましょう。2020年11月3日 11.3 憲法集会 in 京都、参加者一同、ありがとうございます。盛大な拍手でお迎えよろしくお願いいたします。